Привет. Я. ございます。今日は7月13日で、今時間は大体9時半ですね。それで今日はお父さんのダージャーに、まあ、久々に来たんですけど、今からラズベリー狩りをします。まあ、ラズベリー狩りといってもね、まあ、楽しむって感じじゃなくてね結構もうね、まあ、たくさんあるんで積まなくちゃダメなんで、ね、うん、ブリゲッちなみに今日はソフィアのいとこのエリックって男の子が来てるんですけど、奥さんのお兄さんの子供ですね。今小学6年生なんですけど、今夏休み中らしくて、2週間おばあちゃん に預かってもらってるみたいなんですよね。ソフィアともねよく遊んでくれてて仲良くなったみたいでね、ソフィアもすごく嬉しそうですね、うん、エリックがいるとね、あーなんかお兄ちゃんお兄ちゃんみたいな感じでね寄ってくるんですよね。ちなみにラズベリーなんですけど、今ここに後ろにあるのが2列かな、これが2列だってちょっと見にくいかもしれないですけど、さらに向こうにもあって、さらにあっちにもあるんですよね。なのでかなりの数のラズベリーが取れますね。ちょっと近寄ってみますけど、ここの茂みが今のところですよね。でこれが、まあ、2列あってこことこうですね、2列あってさらに奥にも結構長いですね。こんだけあってそこまでありますよね。あーでもまた新しく、まあ、ラズベリーはね結構勝手に生えてくるらしいんで、この辺もなってますね。去年なかったんですけどね、この辺はね。今年はね数が少ないんですけど、それでもねもう食べ放題状態なんで毎年思うんですけどね、ほんと贅沢ですよね。あとロシア今年めちゃ暑いんですよね。35度以上行く日が結構あって、ただ日本と比べると湿気が湿度が低いんで、ね、まだね耐えられるっちゃ耐えられるんですけど、まあ、エアコンがないんですよねロシアって。ほとんどの家が、まあ、僕のねあのキーロフの家もそうなんですけど、なので、ね、昼間はもうグデーっとしてます。家の中も暑いんでね。なんですけど、まあ、湿度が低いで、まあ、夜になると、まあ、一応涼しくはなりますね。今年は雨が少ないんですよね。なのでねもうラズベリーがねちょっとまあ見てもらったら分かるかなと思うんですけどね、ちょっと茶色っぽくなってるんですよね葉っぱがね。こんな感じでね、まあ、枯れかかってるんですよね。これもちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ね、ちょっと枯れかけてるんですよね。この辺はもうね、もう赤いっていうか茶色っぽいですよね。まあ、異常気象と言えるのかなと思うんですけど、気温が高くて雨が少ないんでね、もうラズベリーの実が本当去年よりもねかなり少ないですね。少なくて小さいです。パッと見ですけど去年の半分ぐらいでさらに実が小さくなってる感じですかね。その分甘くなってるとは思うんですけど、あでも去年までもね結構甘かったんでね普通に。それでお父さんはね今年水を買ったらしいんですよね。今までなかったらしいんですけど、業者に頼んで水を買って、まあ、ラズベリーにね、まあ、水をやりをしたらしいんですよね。というのもね、まあ、今年はまだいいんですけど、来年からなんかね影響してくるらしくて、水が少なすぎると来年のラズベリーが、まあ、枯れちゃったりとか、
もう実がならなくなったりっていうことが起こるらしいんですよね。ということで水を今年初めて買ったらしいですね、うん。まあ、例年こんなことないって言ってましたけどね。はい、せっかくダーチャに来たんで、まあ、ダーチャで、ね、何がなってるのかとか、あと周りにね、あの野生のチェリーだったりとか、まあ、リンゴもですよね、リンゴもなってたりして、あとプラムもちょっとまだ早いけど、うん、実がついてきてますね。そういうのもお見せしようと思います。あ、この辺ラズベリーですけど、まだ小さいですけど1列増やすみたいですね。この辺ずっと生えてますね。そしてあ、かぼちゃですね。こんな感じ でまだツルしか出てないんですけど、多分ここ一面かぼちゃになりますね、去年見た感じだと。で、でかいのがね、もう人の頭の 2,3 倍ぐらいあるものが去年20個ぐらいになりましたよね。まださすがに、あ、ちょっとできてますね、かぼちゃの。あ、で、向こうにはひまわりですね。ひまわりの種をロシア人結構食べるんで。あ、その手前にはトウモロコシですね。トウモロコシは去年のとこ作ってなかったんですけどね、その前も。ロシアのダージャのトイレです。ただ下にバケツが、ね、あの置いてあってそこにするって感じですね。で、これはグリーンピースですね。グリーンピース生で食べます。まだなってないかな。まだなってないですね。そしてこれは玉ねぎですね。ちょっと出てきてますね。とこっちにあるのはこれが洋梨ですね。洋梨まだ早いけどね、形洋梨ですよね。そして横にあるのがこれジャガイモですね。向こうのもう端までジャガイモです。そしてこれはニンニクですね。ニンニク、あー、これグリーンピースなんですけど枯れちゃってますね、完全に。ちょっと見えないか。完全に枯れてますね。これもニンニクですかね。そして玉ねぎ、玉ねぎですね。これも玉ねぎですね。そこの奥にあるのも玉ねぎですよね。で、これ手前にあるのはこれちょっと何の花かな、これ蜂、ミツバチを取るために、捕まえるために植えてあります。ミツバチ療法って言ってね、ミツバチの針を刺すことで、まあ健康法なんですけど、一種のソフィア来た。そしてイチゴ、あ、一応イチゴまだちょっと実がありますね。イチゴ、うわうわ、そして小屋の横にもジャガイモが植えてあります。あとこれはシーバックソーンっていう、まあ、オレンジになる実ですね。ビタミン C がたっぷりって言われてます。まあ、酸っぱいですね、結構。実がついてますね。いやー、こういうね、子供がダーチャを走り回ってる風景を見るとね、いや、のどかだなと感じますよね。いや、こうやってね、子供がのびのび成長できるっていうのはね、本当田舎のメリットですよね。特に広いロシアの場合は、うん、よりそう感じますね。お父さんの小屋なんですけど、鳥小屋がね、ここに、まあ、両角ってかあるんですよね。あと あそこにもあったりとかして、見えるかな、ちょっと小さいですけど、あそこにもあったりして、この鳥小屋なんですけど、毎年お父さんがね、どんどん作ってて、どんどん増えてってんですよね。近所のあそこでダーチャやってる人とかにもね、どんどんまあ、プレゼントしてて
ちなみに、まあ、僕らが住んでる、ねまあ、町ですよね。町のとこでこういう、ね、鳥小屋を作っても鳥が住み着かないらしいですね。なんですけど、まあ、そこから車で5分10分ぐらいなんですけど、ここはね町から車で5分10分ぐらいなんですけど、そういうところに、ね、こういう鳥小屋を作ると鳥が住むらしいですね。お父さんがね、いや鳥は町は嫌いだからとか言って、自然が好きなんだよとか言ってたんですけど、確かにそれが、まあ、動物がね生きる上で、まあ、自然なのかなっていうふうに感じました。どうした？虫か。ピピ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 ピまあ、それを、ね、あの捕まえたネズミはキツネにあげるらしいですよね。置いとくとキツネが取りに来るらしいです。あ、ここにもジャガイモ植えてますね。あそこにも植えてますね。あ、これはレッドカレント赤すぐりって日本語で言いますかね。ちなみにブラックカレントはカシスですね。去年だったらね、この倍、3倍ぐらい取れてたんですけどね。ほんと今年少ないっすね。そしてもうここはお父さんの敷地じゃないんですけど、チェリーがなってますね。酸味が効いてて、ちょっと酸っぱいんですけど、まあ、自然な味ですよね。甘すぎなくて僕は好きなんですけどね。そしてここから向こうはお父さんの土地敷地じゃないんですけど、まあ、リンゴの木ですね。誰かさんが昔植えたリンゴの木が大きくなってて、リンゴのねちょっとまだ早いけどこんな感じでリンゴがなってきてます。収穫できるのはあと2ヶ月後ぐらいですかね。あ、そして去年めっちゃ美味しかったリンゴの木も実がなってますね。まだね緑色でちょっと薄く赤くなってきましたね。去年は9月下旬だったのかな、なんですけど今年は結構暑いんで半月ぐらい早まるらしいんでね、多分9月上旬ぐらいにはねこの収穫が、この美味しいリンゴの木からねリンゴの実を収穫できるかなと思うんですけど、どうなんですかね。今年雨が少ないってことで、まあ、去年みたいにね、美味しいリンゴがなってくれたら嬉しいんですけどね。ソフィアも喜ぶんでね。いや、それにしても楽しみですね。あとプラムですね。これプラムもうすぐですね。ちょっとまだ早いかな。今年はね、ジャガイモ植えてる人多いんですよね。はい、ここのね、お隣さんのダーチャなんですけど、もうずっとね、もう10年近く使われてなかったらしいんですけど、今年はね、ジャガイモ植えてるんですよね。まあ、理由なんですけど、最近ねロシアの物価がめっちゃ上がったんですよね。ロシアの通貨のルーブルの変動によるものじゃないらしいんですけど、もうスーパー行くとねロシア国内産のそういう食べ物だったりとか、あらゆるものが値上がりしたんですよね。で奥さんに聞いたんですけど、明確な理由がよく分かんないらしいんですよね。いろんなものがね 2,3 割値段上がったんですよね。というのでね、今年はもうジャガイモ作る人めっちゃ増えましたね。僕らの住んでるエリアの庭見ても明らかにジャガイモ植えてるんですよね。皆さん去年まで何も植えてなかったよなっていう人も植えてるんですよ。でね、まあこうやってねずっと使われてなかったダーチャーもねジャガイモ植えてるし、まあジャガイモに関してはねその手入れがほぼいらないんで、まあ、楽っていうのもありますよね。物価が高くなったから、野菜が高くなったから、じゃあ植えようかとか言ってね、こうやってねジャガイモを育てる、まあ、敷地があるっていうのもそうですけど、そういうのはなんかロシアらしくていいなって感じますよね。